はい、どうもピンハゲでーす。いつもこの朝の動画で話すときは軽めにとか言ってるくせに普通に5分とか話してることに気づいたので、今日は本当にねちょっと軽めに一言ね話して終わりにしたいと思います。今日は、ベース弦のゲージについて軽く話そうと思います。まずゲージとは何かというと、まあこんな感じでパッケージの表にベース弦のパッケージに書かれている数字のことですね。大体40、60、80、100とかそこら辺の数字が書いてあると思いますが、これが弦の太さを表してますね。弦の太さでも弦の太さが細いのと太いのでは音が違うだけでなくて結構なプレイに支障が出るので、そこをきちんと理解して自分のプレイスタイルに合ったゲージを選ぶことが大切になってきます。ということで、まずゲージが細い方、細い弦の方、まあライトスケールとか言われているものになりますが、ゲージが細いと弦が細いと、まず弦が細いということはですね、テンション感がちょっと弱くなるという意味ですね。張力が弱くなるということなので、ニュアンスがとても付きやすくなります。例えば強く弾きたい時は強く引っ張ることができるので、ベーンとで、弱く弾きたい時はまあ弱く弾くことができるというふうに、ニュアンスがとても付きやすくなります。で、とても指先のコントロールで弦の張力をこうコントロールしやすいので、結構テクニカルなプレーに適しています。で、僕が大尊敬しているビクター・ウッテン大先生も好んでゲージが細いものを使用していると言われているので、僕もねめちゃめちゃ細いゲージを使ったりしています。で、細いゲージのデメリットですが、まあ、やっぱり弦が細いので、弦が細いし張力が弱くなるので、音がやっぱりね、音がちょっと軽めになります。軽めの音になります。で、やっぱりテンションが緩いとやっぱ弾きにくいという人もいるので、そこは自分のプレイスタイルと要相談ということになりますね。で、逆に太いゲージの弦の、メリットですが、まあやっぱり音が太い、パワーのある音が出るという音がメリットですね。やっぱりこうピック弾きとか特にテンションが緩い弦を張ると、ピック弾きでちょっとねグワングワン弦が揺れすぎて、ちょっとこう無駄な音が、アタックノイズとかね無駄な音が入りがちなんですが、しっかり太い弦でこうピック弾きをガツガツすることによって、この右手のピッキングパワーにちょうどいい揺れが出るというかね、ピック弾きに適してるなとは僕は思います。で、あともうゴリゴリにもうすごいピッキングが強い人とか、もうガリガリオーバードライブとかディストーションをつけて歪ましてやりたい、パワーが欲しい、パワーのあるベースが弾きたいっていう人におすすめです。で、デメリットですが、やっぱりこうテンション感がすごいきつくなる、強くなるので、ニュアンスが、ゲージが緩いものと比べてニュアンスがつけにくいですね。やっぱりこう力強い音を出すには、やっぱりこの振りかぶりじゃないですけど、やっぱりそれ相応、ゲージが太い分それ相応の力が必要なんですよ。やっぱりこう長時間のライブとかになると、ずっと強い力で弾き続けるっていうのはかなりの慣れが必要ですし、ニュアンスを幅広くつけるという意味では難易度は高めとなっております。で、個人的にね、ゲージが細いものから太いものに一気に張り替えるとネックが反るというデメリットもあるので、まあこれはまあそのちっちゃいデメリットなんですけども、まあ張り替える際は注意してみてください。はい、以上、今日は軽く話したと思います。では今日から月曜日なので仕事始めの人が多いと思いますので、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい。